兵庫県立豊岡高等学校は、兵庫県豊岡市警庁にある県立高等学校。兵庫県下では、姫路西高校に次いで、神戸高校と並ぶ2番目に古い高校である。略称、通称は、豊田か,か。初代校長の岡垣哲次は、和魂の精神と、花立花の気品を受け継ぎ、本校の教育理念とした。これは、 開校から100年以上経った現在まで脈々と受け継がれている。豊岡高校敷地内にある旧豊岡中学高本館は明治時代の洋風建築で豊岡市の文化財にも指定されており2008年3月に兵庫県指定文化財に指定された。定時制課程は田島地区の高等教育の中心校として過去には多数の文校を有していたが、 そのすべてが独立もしくは廃止となっている。第5学区の進学連携校方式により、豊岡北、豊岡南、港、日高東、日高西、木の崎、滝野の7校が連携中学校とされ、普通科一般入試では7校以外からの合格者数は、募集定員の18%以内に限られる。なお、理数科及び定時制課程は、 進学連携校方式を採用せず、喧嘩全域から出願可能である。学校紹介、豊岡高校公式ブログ、2021年7月16日閲覧。辰則会館パン,パンフレット、辰則会、P3、2021年7月16日閲覧。辰則会館、辰徳会館、田島の百科事典。 2021年7月16日閲覧。遠隔学校紹介。豊岡高校公式ブログ。2021年7月16日閲覧。ありがとうございます。